皆さんこんにちは。YouTuber で一番ダサい瞬間っていつだと思います？サムネを撮っているとき。一ノ瀬です。さあ、またもやプレミアムバンダイから届きました。もうね、ここにね書いてあるわけですよ。デフォリアルマスクドライダーディケイド。まあ、簡単に言えばフィギュアですよ。はいはいはい、その前にその前に、はい、オロナミン C オーソライズ。ああ、一ノ瀬ライクスベスイートワールドイズオルナミンスイ。元気熱々ですよ。はい、開けろ開けろ、ディケイド開けろ。はい、このシリーズはね、ちょっと前から出てました。まあ、クーガとか、ファイズとか、いろいろ出てたんですけども、今回ね、ディケイド出たので、まあ、私、ディケイド好きですから、買わせていただきました。はい。おー、まだまだまだ見せねえぞと。この薄いの取って、で、おっ、いつものあの白い紙が。でーん、あ、またまた。おっと、まだまだ見せねえぞと。全体的にね、白い紙に包まれております。もうこの時点でもう姿が見えるわけだ。それでは参りましょう。おのれ、ディケイド。うわぁ、うわぁ、かわいい。あー、かわいいじゃん。7500円。そうそう、これ結構ね、したんだよね。これさ、今普通にさ、ゲーセンにこうあってもいいよね、こうやってさ。でもそれ高いのね、いろいろ理由があるんです。はい、開けろ、開けろ、ディケイド開けろ、はい。あ、そう、ちなみに箱はね、全体的にあの、ピンク。マゼンタね。マゼンタカラーで、上がディケイドと。そして裏はいろいろ、まあ注意事項とか書いてあるんですけども、ペイッ。あーあー、これ中もほら、こう、バーコードになってる。ん？針金止まってんだ。でーんと、取れたよ。この、何これ、骨折したよみたいな感じ。これ何これ、何これ。あ、取れた、取れた。ドアー、かわいい。いや、何等身これ、 2.5 くらい。かわいいわ。編集が終わらない。もうやる気出ねえよ。そんな時には、はい、オロナミン C。 お前は、いや、久しぶりね。ビタミン C、ビタミン B、着色料、保存料ゼロ。元気ハツハツ。おっしゃ、編集再開だ。それでこそ一ノ瀬だ。力の源はここに。元気ハツハツ、オロナミン C。まず内容物見ていきましょう。まずはディケイド本体。これ後で詳しく見ていきます。そしてこちら、台座ですね。専用の、なんか、棒がありますね。そして、裏、見ると、おっと、これは何ですか？オンオフがありますね。そして裏にはボタン電池。これ入ってる？あ、入ってないや。ボタン電池は、いつもの、ライドウォッチとかに入ってる、いつものボタン電池。はい、ボタン電池入れて、オンオフはまだ何も起こらないですね。そしてそして最後、はい、ファイナルアタックライドカードと、はい、ネオディケイドライバーもついているということで、うわやったね。これはやばい。だから取り外しができるということですよ。はい、カード、はいはい、裏もこんな感じで。はい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 。フィギュアーツよりは、でかいですね。いや、このネオディケイドライバー嬉しいわ。はい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 。わー、よく見えるね。ライダーズクエストがちゃんと入ってますね。ちゃんとこのライダーカードも入っている状態ですね。素晴らしいですね。はい、ディケイド本体をじっくり見ていきましょうか。あ、もうスタンドつけちゃおうか。この黒い棒を、左足、わー、ちょっとこれ、足の裏も。うわー、ちゃんと、ここもいい感じに再現されてますよ。この穴ですよ。ここに、これを差し込むと。ん？あ、これカバー？あ、カバーか。これ、取れる取れる。なるほど。こんな感じになってんだ。これ、イヤホンジャックみたいだよ。これで、刺すと。これ差し込むの結構硬いですね。
はい、台座をつけてさらにライダーカードも持たせてみました。うーわ、まずはマスク部分、ちょっとカード邪魔だな。はい、まずマスク部分見てみましょうか。ちょっと丸い感じがしますけども、そしてはい、こんな感じね。はい、服がもうちゃんと表現されてて、ぐるーっとちょっと混ぜんと明るい感じですね。で、胸の部分ですね。はいはいはい、こちらも綺麗に色分けされております。はい、こちらディケイドライバー、はい、平成ライダーのライダーズクエストが、そしてこれをはいパカッと、腕は動かないですね。ライドブッカーもちゃんとはいマーク入ってます。はい、ベルトの部分もはい綺麗ですね。そしてこの足、もう足っていうかもうあんよって言った方がいい感じだね。はいはいはい、こちらもこんな感じでね。はい、あ、足首も若干動きますね。はい、両足とも、あ、これはすごいぐるぐる回るな。動くのはこの右手の手首と、両足首が動くと。で、このファイナルアタックライドカードはこの右手にね、あの差し込む感じで、入れると。はい、それでは、クライマックスですね。先ほどこの台座のところに電気スイッチがあります。これをオンにします。せーの、のおー、光った、おー綺麗、おわー、これいいね、ビカッと、わー、ディケイド。ちょっとこれ電気ちょっと暗くしてみようか。せーの、ピカッ、あ、結構明るいわ。あ、来た来た来た。はい、暗闇に光るディケイド、ほらこんなに明るいの。ネオディケイドライバーをつけて、はい、これでネオディケイドライバーバージョンになりましたね。あ、もう一個買っとけばよかったかも。いやー、いいね。はい、ということで今回はですね、デフォーリアル、仮面ライダーディケイドを、ご紹介しました。まあちょっとね高いんですけども、この実際手に取ってこのペッっていうのもね、これがね、今日このサイズ感ちょっとわかるかな。はい、オロナミン C と比べるとこんな感じよ。あ、もうほぼ同じ高さですよ。他のも買いたくなるわ。ちょっと最初のね、クーガとかね、頼んどけばよかったなっていう気がする。今後ね、あの、ビルドとか、あの、電王とかもね、出るのでね、欲しくなっちゃうな。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う人は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、一ノ瀬隼人でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。